ございます。山本真央です。2回目のレンブラントゴルフクラブ御殿場さんにやってきました。ちえちゃんに教わったことをちょっと思い出しながら、こうコースどこを狙っていこうかとかやっていきたいと思います。さあスコアはどうなるでしょうか。ちょっと真剣に本当にやっていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。今日はめちゃめちゃ涼しいです。うん、今7番ホールにやってきました。パー5です。はい、今のところパーが1つしか取れてません。はい、ティーショットは狙いやすそうですね。打ちやすそうですね。広いですね。まあ、セカンド前のバンカー狙いで、はい、奥のバンカー狙いでいきたいと思います。わかりました。ナイスです。いけるかな。ではセカンド地点に行きましょう。せっか短いのでちょこちょこ寄せていくことにてます。今の狙いはグリーン近くの2つあるじゃないですか、両サイド。はい、あそこの間。だからまず第1クリアとしては、あの手前にあるバンカー2つをの上をこう綺麗に当たって越えてくれさえすればいいんやけども、結構距離ある、うん、からこれで3番ウッドでやってみようかな。でも手前のバンカー、グリーンの右のバンカーかな、右のバンカー狙いで、しかもちょっと前下がりなのでラフがきついか。うん、ちょっとさっきのが思い出しちゃうね。そう、全然飛んでなかったからな。7番アイアンで刻むか。なんか7番で刻んだ方がショットいいじゃん。そう、なんかグリーン周りに無理に持っていかなくてもいいような気もするけどな。あれしかも若干なんか受けてる感じするし、グリーンラフが切ってるんで。よし、行きます。いやーすごいな、思った通りに飛んでくもんな。アイスです。スカイダイビングの免許を取ろうと思ってます。何、俺キャリーやろうかなって言おうと思ったら違う話になっちゃった。スカイダイビング、キャリーやるんですか。いやなんか上手かったもん今俺。そんな簡単にキャリーでやるんですか。でも確かに迷ってるところをちゃんと誘導してくれたから、うん、こんな安全に行きました。でも結構ねカメラやってて、あのアドバイスやった時ミスしちゃうと、うわどうしようって思う。ちょっとグリーン読んでくださいよ。読めない。メガネが度が強すぎてよくわかんない。意味あるんですか。93、90ピッチングで。うん、ナイスオン、ありがとうございます。よし、うん、アイアンは逆にアイアンは左に行くんですよね。うん、ナイスパーです。ありがとうございます。登りか。
いよいよ残り2ホールで。2ホールです。パー3。パーかバーディーって感じですね。これはですね、手前に1番ホールパー3、手前にバンカーがある。ありますね。はい。うわ、ピンもなんかあれだね。微妙な。1番アイアンを私は選びました。本当に金だ。なんか変。でもなんか今日初だと思うよ。なんかやっちまったわ。しょうがないしょうがない。よし。次で寄せて。はい。56度で35ヤード。上りしっかり入れて、ナイスです。タッチ良かったね。あとちょっとこう右に出てくれればスポンって入ったような感じの、うん、ではでは最終ホールです。最終ホールです。いきます。はい、最終ホールパー4、300ヤードです。お、ここは左ドッグか。そうですね、左ドッグいいですね。左ドッグ、黄色い旗とあのキーのところの間狙えればいいですね。今更なんですが、はい、コンペをあれですよね、チェーマオもそうだし、まおちゃんのラウンド会コンペ、もう結構毎月最近やられてますよね。そうですね、毎月毎月っていうか、まあ今度福岡で7月と8月にやります、うん、福岡か、福岡地方でやっていきたいなと。ああ、それは結構あれかな、インスタが多い。インスタが多いだけど、チエマオコンペをね、なんかいい感じの程度やっていきたいなと思う。よし、うん、狙いやすいんじゃないですか。狙いやすいですね。このピンクがさっきから気になるんだよ。これ何の意味なの。アイスみたいな。あれじゃないですか。H6。ピンクマーカーなのかな。あ、そうか、Tサスですか。問題。なんだろう。チェーマーをするからぜひ皆さんいつか来てほしいですね。面白そうだよね。なんかチーム戦みたいなのもやるんでしょ。で。負けたチームがスクワットとかでしょうか。違う、残り練習。そうそう、なんか結構定期的に最近やってるなと思って。そうです、あのぜひ、そう直接やっぱラウンドがね一緒に回れたりするから、うん、そういうのはなかなかないから、ぜひまおちゃんのインスタグラム見てください。見てください、よろしくお願いします。もしかしたらね、まおの YouTube 始まってて一緒に出ちゃう。そう、まあの YouTube 出演。39、7番アイアンでいきます。うん、まあでもしっかり当たってる。うんうんうん。
ここかな、ここ、こっちの方が、ここですね、今。30ヤード。走る。ナイスです。ナイスパー、ありがとうございます。ございます。おはようございます。ありがとうございました。後半じゃない、前半。はい、ありがとうございました。感じでちょっと前半は、はい、終わります。終わり で後半はちょっと僕が、はい、ちょっとやってみたかった企画を用意してるんで、はい、それをちょっとやってもらおうかなと思って。そうです、まだ教えてません。ちょっと次回の動画もちょっと期待しててください。やりたかったです。ということで今日スコアちょっといきなり。あ、そっかそっかそっか。スコアが43だ。ちょっとね、対面通行となります。ご注意ください。命と命の距離感と3ポップ今日 2回ぐらいしたら、ね、2、3回、まあパターンに関してはさ、言い訳じゃないけどさ、撮影の時って朝練習できないじゃん。そんなにこうなんかイソイソしちゃってさ、それもあるからさ、タッチがあるのにちょっと時間かかっちゃうかなと思って。そうですね。43、あともうちょっとですよね。でも3だってあのパターンが多分入ってればちゃんと。うん、そう。だって39とかあり得る。でもね、これがゴルフですよね。このもうちょっとが。タラレバがゴルフ。タラレバを言っちゃうのに。成長成長です。皆さん、これからもよろしくお願いします。